1952年、木戸志郎は、日本の映画プロデューサー。元松畜会長。現在の松畜社長、坂本淳一は孫。東京府東京市京橋区築地出身。実家は、西洋県で、旧姓は北村。富立一中、一高。1919年、東京帝国大学法学部英法科卒業。富立一中では、徳川無生。 岩玄の蔵と同期にあたる。一校では野球部で活躍した。東大卒業後、国際新宅銀行を経て、1921年、松竹キネマ合名会社入社。1924年、松竹蒲田撮影所長に。それまでのスター中心の映画作りから監督第一、主義を掲げ、田中絹代の愛前桂ツなどの蒲田町、さらに君の名はや、 また、小津安二郎や山田洋次などが、市政の庶民生活を描いた、大船町などと呼ばれる、松竹映画の黄金時代を築き上げた。戦後の1946年に副社長、1954年に社長に、1971年から会長、82歳坊津。松竹は、白井松次郎、大谷武次郎の松竹兄弟が築いた会社であり、木戸は、 白井松次郎の死後、松竹兄弟の末弟で松次郎の死士の白井慎太郎を制して社長となった。これは、木戸の最初の妻が大谷武次郎の諸子であり、つまり木戸が武次郎の女性に当たるからこその人事であったが、この辺に松竹のお家騒動の根っこがあったと見る者もいる。弁護士から松竹社長に転身した坂本淳一は木戸の孫である。 ちなみにワンマンで、名高い軌道のイエスマンとして使えていたのが、奥山親子の奥山トールである。丹波哲郎は、キネマ淳法の大方言の中で、軌道没後に影の薄い、あの奥山さんが、社長になるとは思わなかったと驚きを隠していない。映画、キネマの天地では、松本幸四郎が軌道を演じている。映画女優では、女王と四郎の役名で、 石坂浩二が演じている。前者は活発な、後者は重々しいキャラクターとして描かれている。など、ありがとうございます。